花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金井城です。タワさんが落ちた感じ。今日ちょっとね、落ちましたね。失敗しました。こう焦ってね、やりましたけどもですね。金井城の音楽魂、はい、今日もね、楽しくやっていきたいと思います、ねはいはい。まあ焦らず、ゆっくりね。青がもう全然決まんない。何言ってるのかと思った。外の方も思われされましたけどもですね。今日はゲストいらっしゃらなくてね、銀玉というところで、ちょっと本番前にね、もう写真撮れなかったりなんかしたもんで焦っちゃってですね、僕はカメラがなんかあんまり調子良くないんですね、新しいの買ったんですけどもね、早速ね、じゃあ歌からいきますか。は？紹介なしで。まあ、初っ端に歌から。あ、紹介してなかったね。すいません。高橋誠さんとも。あ、どうも。おなじみですか、ね。まあ、どうでもいいですよ。いつもね、金玉。どうせ俺なんか。いてもいなくても一緒だし。ね、一緒じゃないよ。高橋誠さんですけども、連日ライブのね、松下俊美さん。はい、うん。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金玉は珍しい。いい感じもしますか。え、そうだっけ。そうでもないよね。今回から決まったんだよね。第二金曜日。金曜日。金玉。そう、っていうかね、もう直前までこう番組がね、ありますので、一応この日は金玉というところで ね、ゲストの方いらっしゃると、なかなかね、打ち合わせもね、できにくいっていうことになりましょうか。今日もとってもいい日ですよね。13日の金曜日。金曜日、そうそう。ああ、金曜日ですね。ジェイソンの日。ジェイソン。懐かしくないな。懐かしい。今日金子さんね、ヘルシンキからお帰りなさい。ヘルシンキからお帰り。どうもどうも。ビジネスクラスでお帰りなさい。帰りだけね。ビジネスクラス。すごいよ。なんでヘルシンキなの？今年はですね、仕事の都合で1週間連休を前半に取りなさいっていう話なんかあるみたいね。で7月に取っちゃおうと思って、で7月暑いから寒いところ行こうかなと思って、でもオーストラリアとか行くと荷物が増えそうだなと思って、だったら北の方にずっと行って涼しいところに行こうかなと。涼しかった。いいね、湖のほとりとかね、いいね、写真いっぱいあったね。あのブルーシャトーじゃないけど、森と湖の国です。あーねー、森と泉に囲まれた。静かに眠る、ね、ブルーシャトー。よく俺も知ってるよね。一番近いヨーロッパだもんね。あ、そうそう。9時間で行けるからね。9時間ぐらいですか、ヘルシンキまでね。ヘルシンキはね、今人気だよね。日本人いっぱいいましたよ。あ、そうなんだ。ムーミンの里でしょ。ムーミンの里。ね、それからあのマリメッコ。マリメッコね。マリメッコってほらブランドあるじゃない。日用品っていうのかしらね、あれは。そうなんだ。女の子に人気のね。へえ。そうそう。あ、そうなんだ。北欧家具とか今ね人気だもんね。マリメッコ行ったらほとんど日本人です。やっぱり。日本人が買い出しに。買い出しに行ってんだ。どこにでもいるけどすごいね。やっぱ人気の街だね。あ、私も行って。行きたいね。でもスカが行くよね。スカがね。涼しいかな。暑いかな明日。明日どうなんですか。暑いかやっぱり。暑いでしょ。盛り上がってね。またその話はね、あれ。もう歌から行きましょうか。歌うの？歌うの？ね。歌いますか。何歌うの？日の当たる坂道。はい。
ということで、唐の城日の当たる坂道をお届けいたしました、はい。早速ですね、ファックス来ておりますんで、僕の方からご紹介いたしましょうか。はい、ということで、唐の城さん、投げ編、投げ編、投げ編、もう今日はちょっとね、あのどうしたんでしょうかね、投げ編よみたいなね。投げ銭 FM 音中ということでね来ておりますけども、地蔵坂62の皆さん、はい、キキさん、山田さん、こんにちはっていうね、地蔵坂っていうのがいいで、本人ちょっと気に入ってるよねそれ ね、 かなりね、地蔵坂っていうのがね、あの気に入ってらっしゃる、これはチャーリー佐藤さんね、横浜にあります地蔵坂っていうのがあるんですよ、本当にあるの、石川町に地蔵坂っていう、僕はそれを登って帰ってたんですね、結構急な坂があってね、あの下にお地蔵さんが祀ってありましてですね、そういうところがありましたんですけどもですね、日の当たる坂道、そこも日の当たる坂道の一つですね、ということで、大きな声では言えませんが、62とは平均年齢みたいなことでしょうかっていうね。そうなの。そんな計算しなくていいよ。さて、爽やかな青空であります。千葉は九十九里浜にみんなで行ける日を心待ちにしておりますというね。九十九里浜、いいよね。行ったことあります？いや、ないんですよ。あ、ないないないんだよ。私そう、あります、あるよ、ね、普通関東圏にいる人は行ってるよね、うん、なんで俺だけそれこうそのあれ九十九里浜、いや聞いたことありますけど、まだちゃんと行ったことないんですよ、うん、千葉 の、 あの友達がちょっと住んでて、うん、千葉の海にはね、うん、このあの行きましたけど、うん、あ、いいよね、なんかやっぱひ開けてるというか、うん、開けてるというか、やっぱり太平洋ですね、また違いますよね、僕横浜にいる頃にはあのあそこのやっぱ湘南とかね、あっちの方のあと真鶴の方とかね、はい、あのたまに行ってましたけど、ね、真鶴もよく行きましたね私、あ、本当に、うん、あちらにも、あちらにも、もうどちらにも、ね、もうエブリポートちょっと松下さん、あのラジオで何こういう歌立てるの、何こういう歌立てるの、エブリポートエブリホーマン、港エブリポートエブリホーマン、ウォーマン、まあね、あの昔は僕もねそういうこともありましたが、なかなかねもう今なんかそういう体力がね体力がねってもう先に言われたらもう、ということでですね、チャーリー佐藤さんのね、九十九里浜行きたいですよね、佐藤さんも ね、 ね一瞬ね、本日は楽しく明るい曲を一つ、日本は日本はおろか世界中にお届けくださいということで ね、 ね、世界にとどろき渡るこの川崎 FM 金内の音楽魂でございますけどもですね、今日はいくら、今日1万円入っておりますね、投げ銭来ておりますけどもですね、だいたい1万円持ってたら何に使う、いやこうパッと考えて美味しいもん食べる、あ、まずそのなんか食べるっていうこともありますよね、1万円って意外と使えそうで使えないかも ね、 ね、うーん、何なんだろうな、なんだろう、物買っちゃうにはあれだけど、なんか物を買ったりしますか、俺あんまり買ったり欲しいものってないね、あんまりないでしょ、うん、そうよね、うん、あんまりお金使うことはほとんどない、ないほとんどないって言ったらおかしい、やっぱおかしいよねあの必要なものはもちろん買うけど、うん、でもあんまりなんか物が欲しいっていうのはないんだよね、まあ、ないない、僕もね、うん、それは似てる、物欲なんか、うん、あんまりないんだよね、うん、ないね、ただその今までほらまああのそう人よりも少ないかもね、うん、なんかこう、うん、いい車が欲しいとか、うん、いい洋服が欲しいとかっていうこともそんなに、うん、なんかない、もうね、車とか洋服とか全部もらえちゃうからね、えもらえもんで生活してるような音楽魂のギターは、レギュラー人でギターも自分で買ったこともないし、そうでしょ、それは幸せだよね、まこちゃんね、須賀川行くときはね、ギター用意してあるしね、そう、向こうのギター使うしね、カノさんもそうでしょ、向こうのギター、はい、いやいや、ちょっと甘えてね、僕はね、甘えられるところにはね、甘えちゃおうと思っても
この年になったら。そうですよね。うん、だから、須賀川ね、僕は今日から行くんですね、実は。そうですね。で、お二人は明日ね。明日行きます。車で、ね、あの鈴木さんの車で鈴木さんがね。鈴木さんもわざわざね、東京から見に来ていただけるということでね。楽しい。よかった。楽しい感じになります。須賀川のね、まず、プカプカアコースティックタウンプカプカで、まあ、ライブ夜やるんですけども、その前にね、キュウリ天皇、キュウリ天皇祭、祭っていうね、天皇祭、お祭りがあるんだって。最悪だよね、俺キュウリ大嫌いなんだけど。マジで、お子さんはキュウリが嫌いなんだけどさ、キュウリはね、その祭りがあるんだ、伝統的なね、伝統的なね、すごいね、すごいお祭りでね。まあ好きな人もいるからね。まあ、キュウリはね、あれだって2本持ってって、奉納して2本持ってって、うん、1本なんかこうなんかしてもらって、1本もらって帰ってきて、うん、それを食べると、うん、病気になるないとか、ね、あ、そういうなんかすごい人でみたい ね。その時にね、ちょっとその野外イベントでね、ちょっと出させていただく、うん、ね、もうね、地元の新聞とかにも出てましたね。あ、そうなの、出てるんだよ。まこちゃんがおかしかったよ、あれ。まあ、地元の方がこう出てくるんだけど、うん、で、東京からプロ音楽魂の3人の名前が出て、うんうん、高橋まこと、モント&ブラザーズギター担当って書いてある。担当って書いてある。新聞ね。すごいね。すごい面白い。担当って硬いよね、なんかね。まあ担当はあれだけどさ、いやいや、一生懸命書いて、面白いね。一生懸命書いてくれた。そうそう、やっぱりね、地元の方はね、ありがとうございます。以前もね、僕日本酒祭り呼ばれて行きまして、はいはい、体育館でちょっとあったんですけど、あの時もね、書いていただいてですね、乾杯かなんかしてるところね、はいはい、いろいろ祭りがあってね、これから夏祭り。でもやっぱりその福島須賀川もそうですけども、全体的にそういうお祭りとかね、そういうことでやっぱりそこで生きている方々がね、力強く生きられるように ね盛り上がることはいいと思いますよ、はい、僕はね、うん、僕の歌なんかもうほとんどみんな知ってますからね。素晴らしい、曲間違えられないもんだって。あ、そうか、そういう歌詞もうみんな知ってんだから、代わりに歌ってもらえばいい。代わりに歌ってもらって俺言ってさ、審査員みたいになっちゃってね。いや本当にね、ありがたいですよね、こうやって。松下さん、じゃあちょっと歌えますか。あれ、お便りはいいんですか。あ、お便りは行きましょう、行きましょうね、カナオさん、誠さん、としみさん、はいはいはい、ディレクターの山田さん、撮影のキキさん、こんにちは。なんと本日は13日の金曜日です。いい日ですね、良いも悪いもあなた次第ですよ、はい。今日はゲストなしとのこと、本当はスタジオに差し入れを持っていけるかなと思っていましたが、 お世話になったおばさんが膝に人工関節を入れる手術があり、病院に向かうことになりました。人工関節を入れるときに削った骨を、過去多数の方の骨をね、集めて新しい骨を作るそうです。へー、そうなんだ。今の医学はすごいです。へ、すごい。そうなの。寝るってこと。寝る、寝り合わせ。違う、寝り合わせ。人工、そう。リクエスト、カナオさん、誠さん、としみさん、はい、大雨に被害で遭われた方々に、はい、勇気と希望を、はい、力強い歌い声を送ってください。はい、よろしくお願いします、はい。外は猛暑、くれぐれも熱中症にならないように水分補給してくださいね。はい、清水佳代子さんから、ね。あ、どうもありがとうございます。佳代子さんもね、最近、よくね、ファックスとかね、メールいただいてですね、本当ありがとうございます。でも今ちょっと引っかかってる、ね、骨を、みんなの骨を集めて新しい骨を作るってすごくない、うん、そういうことができるんだ ね、すごいね。昔は金具みたいなんじゃなかったね、人工関節って、うん、そうね、あ、そうなんだ、うん、チタンとか、チタンとか ね、あ、なるほどね、すごいね、うん、すごいね、やっぱりその医学の、お大事に、おば様、ね、うん、そうですよ、うまくいきますように。どこのがお悪いの。膝、膝、あ、膝か、うん、はあ、でも膝ってなんかこうすごく年齢とかじゃなくて、若い、僕らよりも若い方もね、なんか姿勢が悪いと、うん、膝とか痛いとか言ってるよね、なんかね、膝に水が溜まったりとかあるじゃん。結構言ってる人もいるかも、うん、いるいる。でも結構いろんなところが悪かったり、体が痛かったりね、いろいろいろんな方がいらっしゃいますけども、やっぱりなんとかね、強くね、元気でね、いられますようにですね、うん、お祈り申し上げますけどもですね、ということで、
リクエスト、皆さん元気になる曲で、じゃあ膝だから骨まで愛してからの、これさ、だから今ね、ちょっと嫌だなと思った流れが、やっぱり骨まで愛してるでしょ、思わないとありましたけど、本当、削った骨がね、愛の塊になってね、そうそう、やっぱり骨まで愛してぐらいの、の曲の方がいいでしょう、どうですか、ちょっと気持ち悪いくらい、じゃあ。いや今ね、うん、もう読みながら頼むんで、ね、誰か次のは歌ってちょっとか思って曲外して、もう行きましょうよ、流れまで外して久しぶりに、うん、いい流れだと思いますよ、いい流れでしょうねこれね、本当に偶然ですけどね、じゃあ骨まで愛して生きてる限りはどこまでも探し続ける恋猫ら、傷つき高いねこれ、俺歌ったらめちゃくちゃ高い、めちゃくちゃディープバブルみたいになっちゃった。ディープ、いいね。
はい、なんかね、冗談、なんか申し訳ないよね、なんか深刻な話なのに、すいませんね、お笑いみたいになっちゃいましたけど、すいませんね、これ偶然ですから、偶然ですよね、ね、これね、まさか骨の話が来るとはね、ね、骨まで愛してね、はい、まあ、松下さんも あれですよね、もともと演歌がそんな好きなわけじゃないですけども、そのやっぱり昔の歌いい曲がありますよ ね、 なんかね、これね、うんうん、誰のあれでこんなになっちゃったかは、誰の流れでこんなになったのかなそうそうそう、確かね、誠さんのお知り合いで歌ってる人がいるよっていう話から来たね、確かね、これうん、これグリコが歌った、あ、そう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 グリコさん、グリコ君はでもあれなんだね、僕全然ね、昔バンドで、うん、ドラム叩いてもらったりしてたんだけど、うん、あんなに歌うって知らなかったのよ、うん、そう歌うんだね、歌うよ歌うドラム叩きながら歌うね、だから横浜でやるときはね、ドラム叩いてもらったりしてたの、うん、道明グリコね、うん、うんうん、転送グループだね、そう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 、大体そうだったよね、うん、そんなことをしてましたけども、そういうパターン の、 マコあのユニットみたいなのあるんでしょ、グリ、うん、マコグリ、マコグリ弁っていうのはマコグリ弁美味しそうなお弁当みたいなマコグリ弁当みたいな、盛りだくさんマコと栗が入ってる、栗が入ってるの、栗とマロンちゃんマコマロンとロマン、うん、グリコ君とマコさん と、 ん、ね、と湯川東弁さんね、東弁さんのそっくりな人がね、 NHK のなんかさ、バンドによく出てるんだけど、あ、そうなの、そっくりなのに同じ帽子かぶってて同じような、うん、この人でもベース弾いてたの、じゃあ東弁だよ、 ベース弾いてたのそうだよでもそっくりだよ、うん、歌番組の、歌番組のそう、あれ違うかな、いや、歌番組のベースは弾かないよね、そうと思うけど、ね、でも似てた、でもやってるかもよね、こっそり、ね、こっそりと、じゃあ高橋真子さんなんか何ですか、いきますか、今日は何からいきますか、なんか何やろう、うん、まあ、何だろう、これさ、何だったんだっけ、何、まだだよね、何がチラシを見つけた、あ、これそうそうそう、それちょっと宣伝しましょうか、ピース広島ね、ピース広島、ありがとうございます、そろそろあれじゃない、8月4日ですね、8月4日ですね、8月4日に、ね、神保町のね、はい、救世軍本営っていうところのホールがあるんですけど、うん、はいはい、そこでピース広島という、まあ、平和集会みたいなことを、平和集会ですね、でみんなで歌ったり、あとはその、うん、被害、ね、被災、被爆者の方のお話もあったり、うんうん、あとは、うん、被爆者の方の絵が展示されたりする感じです、やりますのでね、これ場所はどこになりましょうかね、神保町のね、救世軍本営、救世軍本営、うんうんうん、8月4日って何もないですよね、土曜日ですね、ね、はい、うん、もし、行きましょう、お時間があれば、ね、結構早い時間からやってますね、お昼ぐらいからやってるんですか、うん、3時半か会場で4時から、あ、本当に、やり、まあ、その前にもいろんなことを見れるんじゃないでしょうか、まあ、そのこれはもうあれですよね、記念すべきというかね、そういうですね、ですからね、うん、まあ、いろんなところでそういう、はい、イベントが ね、 あ、 ね、あると思いますので、ですね、皆さんもね、よかったら、高橋真子さん、この時は一人で歌ったり、うん、一人でやります、本当、はい、そうかそうか、楽しみにしております、最近ね、一人がもう楽でいいんです、一人が楽でいい ね、 ね、確かにね。なんで、うん勝手にできちゃうもんね、いやバンドもまこちゃんどんどんやってるけど、ね、いいですけど、なんかいいけど本音が 出たよ、本音が、いや本当はそうなんだよ、一人でできるんだったら、いやみんな一人でやりたいでしょ、ね、一人で、いやあ、できるもんならやりたい、私 も、 私もできるもんならやりたい、できるもんなら、ギターでなんか弾いてね中学生の頃はやってたのにな、いいじゃないですか、また ね、 ね、そうそう、ということで、高島子さん、なんかまだ決まりませんか、うん、なんかやりますか、やってください、うん、なんかやりましょうよ、1、2、3、これ前もやったかな、それ何、あ、ちょっとね、石田くん、うん、この前ね、3G ルーラーの石田くんがまた新しいCD を作って、うんうん、それのね、レコ発がね、8月2日にやるんですよ、うんうんうん、あ、はいはい、そうらしいね、クロコダイルでね、うん、はい、うん、あ、そうそう、お誘いいただいた、そんなことで、そうそう、お誘いいただきましたね、うん、
ど、石田君の曲ちょっと一曲やってみたいと思います、うん、はい、8月2日にクロコダイルでまた 3G ルーラーのね、はい、新たな CD を出します、はい、それのレコ発もやりますので、うん、それも宣伝も兼ねてこの曲もやると思いますが夢のかけら、夢のかけら、つかついてたのさ、汚れたままで嘘吹いて生きてくのはもう無理になり始めたわよ。それしかできない俺だから、君は黙って聞いてくれた。時もほんの少し見させておくれ。たった一粒の擦り切れた夢のかけらを。苦しい時も心配することなんてないさ。きっと二人同じ夢を見るから。苛立つ気持ち癒せもせず、そんな時はこのオルゴールの蓋を静かに開けるのさ。笑えない今日の日にはもう腐り始めたわよ。そんなことを言い出したなら、君は必死に微笑むのさ。悲しい時もほんの少し見させておくれ。たった一粒の擦り切れた夢のかけらを。苦しい時も心配することなんてないさ。同じ夢を見るから、きっと二人同じ夢を見るから。はい、ということで夢のかけらっていうね、かけらしたくでした ね、素敵な歌ですけどですね、はい、8月2日よろしく、8月2日です、はい、クロコダイルです、ということでね、実はそのこの番組の動画はキキさんにねいつも撮っていただいてますけども、はい、そのラジオ音源の編集をやっていただいてますですね、はい、サラズバンクの金子さん、金子さん、今更また紹介してもわざとらしい紹介しましたけども、金子さんのまたライブもね、あの近々、明日じゃないですか、明日ですか、明日北千住、いやいけないじゃん、明日北千住マジカルファンタジーですね、あのサラズバンクという素敵な ね、あのお二人なんですけどもね、純子さんの方はね、あの結構忙しい、なかなか2人で ね、うん、いいね、このラジオに、ま、前歌っていただきましたっけ、あのゲストでいらしたことあったんですけども、あの素晴らしいね、あのハーモニーがね、うん、ハーモニーなんですよね。また今年もやるの、あそこの隅田川、隅田川のとこ、あれは隅田川、今年はですね8月の、うん、25、26だった、遅くない、いや、去年は9月だったですから、え、9月でしたっけ、で私たちは8月26日の日曜日です、ね、日曜日、日曜日の午後1時過ぎだったかな、一番暑いから、暑いね、暑そうだね、夕方いいんだけどね、そうですね、あのでも風があるとさ、あそこ気持ちがいいですよね、そうですよね、ビアホールとかいっぱいね、そうそうそう、出てね、なんとかビールのお膝元ですから、そうだよね、朝日ビール
ですね。そうそう、そうそう、あれいい場所だね。そうね。ね。もう何回も何回目？もう十二回目かな。十年以上やってる。すごいね。そう、そうなんだ。あの震災の年だけ一回なかったんですよね。そうなんだね。長い、もう大御所になっちゃったもんね。あそこでは大御所かどうか分かんないですけど、あ、一番年寄りかもしれないですね。いやいや年寄りじゃなくて回数出てるのは1回目ぐらいかもしれない。1回目からずっと出てますね。出させてもらってます。出させてもらって、はい、ね、素晴らしいですね、頑張っていただきたいと思います、はい、明日じゃあ、あの マジカルファンタジー、これどこですかね、場所。北千住。北千住ね、はい、それもうあの焼き付けるようにしてね、何回も僕が聞くのはうまいでしょう。さりげなく、ありがとうございます。どこでしたっけ。どこでしたっけ。ということでね、我々もね明日からもうあの、ね、須賀川行きますけどもね、あのぷかぷかもね、あのやらせてもらってですね、10周年イベントということでね、あの、まあ、ちょっとお約束してたので10周年というか、うん、あの、いや音楽魂ですよ。あ、音楽魂、音楽魂10周年はね、須賀川でもやろうということでね、まあ約束してたこともあるんですけどもね、あの僕もね震災後からね、あのあちらの方といろいろお付き合いができてですね、あのまあ徐々に私の歌とかもね聞いていただけたり、あの私の歌まねまでする方も出てきたらしいですから。お前はね、俺を罵ったみたいな。 あの人だとか分かるな、なんか。いやそれ長渕くんでしょ、だってあなた、あなたうまいよね。いやいやいや、うん、うまいのよ、松下さんがまた何が人のモノマネが。あ、そうなの。うまい。今度やって。いや、できないよ、できない よ、できない。演歌系もうまいしね。そう、うん、誰のマネしましたっけ。うまいじゃん、長渕くんのマネ。嘘だよ、知ってるよ。じゃあこうやっただけよ。紅白の時のこうやっただけよ。あれは歌マネじゃない、携帯模写。ね、うん、そんな大売れてるね、うん、ビッグスターの人のお真似なんかできませんよ。ということでですね、なんか楽しい歌歌いますか、ね、ね、私の青空いきますか。お、ね、私の青空とかも結構、ね、青空になって、うん、私青空、あ私の青空ってあのブルース、うん、マイブルーヘブルーヘブル、ね、いきますか、ね、いいですか。青空、日が暮れて
はい、はい、ということで私の青空をお届けしました、ね、自分たちで盛り上げるの結構大変だよね、何その話、忙しい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 、腰を折るようなこと言うの忙しい、まあ忙しいって忙しいよね、でもね、これでも今はね助かるよ、あなたはまあ読んでくれたり写真撮ったりして、最初は私一人でやったもんね。写真はどうしたんですか、え、写真はこう自撮り、そういや最初の頃はあの映像とか撮ってないもの、そうかそうか、うん、もう純然たるラジオですね、映像だからだんだん映像が出てきて、ちょっとだからまあラジオじゃない感じもしますよね。そうだね。テレビだからちょっとこう、ちょっと見たいなんかしてね、こう、画面を、こんなことなんかしたり。やらしいね。やらしいな、これも。しますけども、でもこれがあるからね、やっぱり地方の方とか、ね、やっぱ海外の方がね、うん、ご覧になれ、ね、うんうん、なれるっていうことはね、やっぱり重要なんですよね、これね。あの先日ね、あの先週山本教授さんね、いらしてね、あの山本教授さんがねすごく僕嬉しいこと言ってくれて、ラジオ番組ね、生番組がいっぱいあるけども、やっぱこの音楽魂っていうのはね、ちょっとね、あの他とはまた違う形でね、音楽好きなね感じで、もうなんかね嬉しかったね、ああいう風に評価ね、していただいてですね、ただまあ好き勝手なことやってるみたいなもんですけどね。そういうのこれキキさんが撮ってるのって、これって生ではできないの？いや生配信できるんじゃない？生配信できるんだよね多分。生配信っていうのはどういうこと？みんな同配信で、ああの、うん、同時に配信しちゃう、でもちろん後でもアーカイブで見れるから。今でも YouTube でもあるんでしょ？そうだよ、あの、ストーンズとかそういうのな、生中継して、YouTube 中継、実は、あれ俺、いや、あれできるように権利をもらってたの、実は。あ、そうなんだ。俺が。権利がいるんだ。ローリングストーンズ？じゃなくて、権利が。いや、権利って結構いるらしくて、その、うん、その、YouTube をちゃんと毎週出してたじゃん。あの前にね、そうそう 前の時ね、はいはいはい、それでそういう風なその YouTube 中継みたいなものは、うんうん、あのね、やってもいいよみたいなことあったりして、枠が多分あるでしょ、時間の枠とか、まあでもね、そういうのもなくて、まあ、これじゃあ今同時にってパンと切り替えればできるの？いやこれ今はできないでしょ。今すぐはできないでしょ。できないんだ。でもそれだったらテレビと同じなんじゃん。それはね、あんまりあれだよね、テレビになっちゃうもんね。そしたらもう、でもいいじゃん、それ、まあ、じゃあ3回同時と音源と映像と、ね、同時に出しとけば後でまたアップする必要ないじゃん。まあそうだね、うん、確かにね、そういうのできればいいけどね、これやり直しが効かないからね、これね。それは同じだよ。これ同じだよね、映像撮ってよ、撮ってないわ。ちょっとここだけカットみたいな。編集？前も編集してたもんね、綺麗にね。うん、そうそう、編集して、ダメなとこ分かってして、うん、あの僕の喋りがダメな時はカットしました。今はね、もう全然カットしてないしね。うんうん、もう人に何て言われても、俺全然気にならない。誰も何も言ってないと思うけど、被害妄想がすごいね。全然あの気にならないっていうかね。ということでね、あの今日あの曲が、あ、松下さんさ、あれ歌ってみない？もう私歌ったからいい。いやいやいや、あの、歌ったからいい。チャルメラそば行こうよ。今日楽しい曲ばっかり行こう。なんかね、明るい曲、俺、マイナーの曲多いからね、今日ちょっと、明るい曲、そば屋行きましょう。ちょっと背中がつった。どこにあったか、背中がつった。あのね、本番中に背中つらないでくださいよ。釣り気味だったんですよ。すごいね、それで。釣り気味だったの、今日ね。どうしたら背中がつるの？ね、怖かった、だから。もしかして心臓とかさ、怖いから。背中って危ないよね、背中痛いって。危ないよ、それ。いやもうさ、寝違えたか、もう先週京里くんが言ってたばっかりで、もうそれ病気自慢ね、病気自慢とかそれやめようよ、ね、病気の人がね、チャルメラそば屋いきますか。皆さんおそばはいかが、おなじみチャルメラ娘、チャルメラそば屋でござる。おっさんパイいちご機嫌、
ということで、おそばそれはさぐらい行きましょうよ。みんなでやってください。ね、そこだけやってくださいじゃん。おそば、おそば食べたくなってくる。ね、そうそう、おそばは体にいいって昨日やってたよ。おそばなんでいいの？茶色い食べるものはいいんだって。穀物、穀物類、うん、あのだ玄米だとかさ、うん、はいはいはい、それはまあ茶色いのがいいんだって。茶色いのがいいの？生命よりも、うん、へえ、じゃあゴキブリとかもいいんだ。何それ、ゴキブリとか。なんでそういうやつかな。ちょっと失礼しました。話の腰どころか。いや、茶系統にまとめてるよね、ゴキブリ。僕好きなんだけど。ゴキブリ食べるやつとか結構いたよね。あのいないよ、そんな。あれだよ、でも結構なんか東南アジアの方とかね。え、うん、ちゃちゃちゃ、イナゴでしょ。あ、イナゴね、うん、イナゴは食べる。イナゴとゴキブリ違う、全然違うけどね。でもところ変われば名前が違う。なんかほらテレビの番組でさ、ギターもらえるとか言ってゴキブリ食って死んじゃったやついるよね。それね、そうだっけ、それさ、それいい、チャーリーさんの知り合いだよ。え、そうなの、嘘。マジマジマジで本当。そう、昔あったよね、ギターもらう、白いギターとか。そうそうなんだって、うん、あ、そうだったんだ。佐藤さん、今ドキッとしてるよ。ね、そういういろんな番組があったね、そういえばね。あったね、うん、確か土井勝じゃなかったっけ、司会だったかな、土井勝さん。懐かしい。昔はでも結構テレビは見てたんだね。昔は見てるよね。荒っぽい番組いっぱいあったよね。昔の方がね、昔の方がなんかね、はちゃめちゃだったんだな。今はなんかみんななんかこう、なんかね、いい子になっちゃって、私も大人になって全然面白くない。面白くない。っていうか、テレビ自体見ないけど、テレビはあんまり見なくなった。誠さん、ここのスタジオに入るとさ、ここの後ろにほらあるでしょ、うん、テレビ。うん、すごい珍しい。珍しいんだねと思った。珍しいから見てる。テレビってこういうものなんだ。そうなのよ。そう思った、さっき。あ、そうか、誠さんちテレビないから、ここに来た時に見れるのよ、久々。こんなバカなことやってんだ。なるほどね、見入っちゃってたからさ、珍しいもん。でもコマーシャルもさ、なんか最近こう、うん、昔はコマーシャルっていうとやっぱり流行の先端を言ってたので、うん、あのすごくなんていうかな、こう歌とかもね、うん、歌とかもそうなんだけども、うん、なんかこうインパクトがあるものとかいっぱいあったけどね、最近意味が俺分かんないんだよね、コマーシャル見ても。そう、意味が、コマーシャルのさ意味がよく分からない。もうコマーシャルになってないの、それなってないんだよ。僕が知らなすぎるから。それなんとかバンクのあの白い犬からじゃない、なんて言うの、犬がお父さんなのとか、いや、そんくらいからじゃない。いや、多分なんかね、意味がね、分かんなくて、なんでここ、うん、受けるポイントが変わってきてるっていうか、うん、分かんない、なんかね、でもなんかね、単純になってきた気もする。あ、本当、なんかね、うん、あのダジャレみたいな感じの組み合わせが多くない、あ、なんかそうそう、あの言葉のなんかね、遊びみたいなね、全然わかんない。わかんないね。だからなんかすごいこう、あのすっごい綺麗なあの映像でさ、すごく感動するような、うん、たった要するに30秒とか20秒ぐらいの間でさ、うんうん、そういうものを作ると思えばね、わけわかんない、これもったいない、お金もかけてもったいないなとか思うのもあるんだよね。すごいお金かけてんだけど、全然なんか つまん、全然私たちがダメなのかな。そうそう、今の人たちが揺れちゃってね。もうね聞こえない、取り残されたもう人間たちですから。いや、つうかさ、もうそんな流行なんかどうでもいい話だ、まあ、どうでもない。まあ、でも流行りのもの持ってもしょうがないよね。人間の数だけ世界観があってさ、そうだ、ね、人間の数だけその人にとっていい、一番いい世界があるわけだから、うん、それを追求すればいいんだよ。まこ、あね、さんの講演会はいつですか、じゃあ次回はみたいなね。講演会あるの、引き込まれちゃうね、話に。ちょっと一回さ、あのさだまさしさんじゃないけど、ライブで1時間半喋って、1時間しか歌わないとか言って、30分間。いや、俺はやっぱ喋りが上手い人っていうのはね、歌あんまり歌わなくてもみんな満足するんだよ ね、うん、歌を歌うとね、うん、あれなんだって、歌はいいです、 CD 聴きますからって言うんだって。ファンの人、それいい ね、それいいな、お話を聞くのが楽しいんだって。そういう石井幹事なんかもその域にだんだん入りつつあるんじゃないですか。石井幹事さんそんな上手いの、ね、面白いでしょ、面白いよ。本当、俺二人でやるときほとんど曲やんないもん、喋って終わり。そうなんだ。いや、でも石井幹事くんってさ、すごいあの素朴な声してるでしょ、うん、いいよね、いい歌、いい歌、いいよね、うん、あの一回ここで幹事さんやってもら、うん、歌ってもらったんだけど、歌がさ、なんちゅうかな、こう
あの癒し系なんだよね。癒し系っていうかね、もう ずるいよね。あれがずるいんだ。あの辺それでもみんなあみたいな。これ危ねえな。今日はちょっと番組危なくなりましたけど、ちょっとね危ない方向に話が行ってしまうので。そう。ちょっとやぶ今度一緒ですよね。あ今度一緒ですね。あ、カボス小田原でね、うん、楽しみにしてます。8月2日でしたっけ。はい、8月5日、8月5日かな、そうそう、ね、8月5日ですね、うん、その翌日ってさ、あのまこちゃん入ってるんだよ。え何が入ってるの。きっと入ってるよ。そう、クラブドクター、クラブドクター、クラブドクター、あーなんか言ってたね。あのキャロルの内海さんと、あそうなんだ、うん、ちょっとジョイント、あクラブドクターって詳細教えて後で、うん、後で全然知らないんだよ。スケジュールは空いてる。いやもうちょっと行きましょうか。、はい、フリオチューネンか。じゃあ参加して、金子さんも、金子さんもじゃあ参加して、フリオチューネン行きますか。不良中年、不良中年がファニーエンジェル行きましょう。ファニー、どっちやるの。おや、あ、ファニーエンジェル出ましたね、ファニーエンジェル。ファニーエンジェル、ファニーエンジェル、今日は
ということで、きっちり終わりました。金尾城の音楽魂いかがでしたでしょうか。また来週お楽しみいただきたいと思います。本日のお相手はお疲れ様でした、高橋誠松下としみでした。はい、それで、今日のお客様というか、サラズバンクの金子源氏でした。はい、ということです、また来週お楽しみください。 See you next time。 香りは菜の花が辺りを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しいあの人は今はない。